こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、大人のアクセサリーの選び方と、 おすすめのブランド参戦というテーマでお届けをしたいなと思っています。結構ですね、アクセサリーについては僕の動画の中でそこまで語ることは多くなかったかなと思うんですね。まあ、コーディネートの中に今日は時計とバングルつけてますみたいなことは時々お伝えしていますが、まあ、アクセサリーについて専門で動画を作ることってこれまでにですね、過去に一度あったぐらいで、まあ、久々になっているんですね。これなぜかというと、僕のチャンネルでは基本的に第三者の方 方が見たときに好印象を得られるようなそんな着こなしをですねご紹介することが多いんですね。 一方で、このアクセサリーというジャンルというのは、正直ですね、ちょっとハードルが高めで、第三者から見た時に、チャラかったりだとか、ギラギラしてたりだとか、なんか鼻についたりだとか、結構ですね、そんなに印象が良くないんですね。特に女性から見た時のメンズアクセサリーというのは、なかなか風当たりが強くてですね、そんなに印象が良くないので、僕が普段ですね、いろんなお客さんにスタイリングするときにも、基本的にはアクセサリーはあまりお勧めすることはあります。 ご本人がつけてみたいんですっていうようなリクエストがない限りは、好印象を得るためには、そんなにアクセサリーって必要がないと思っていて、あるよりない方が印象は僕はいいんじゃないのかなというふうに思っています。ですので、僕のチャンネルではアクセサリーは一切取り扱いません。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみにっていうのも、あまりに味気ないと思うんですよね。女性目線とか他人からの目線も大事なんだけども、それだけだと着こなしが退屈になるし、自己満足 というか男のの楽ししみととといいいううころが満たしきれなないいも本音なんですね、まあ、僕自身どうかというとアクセサリーは実は結構好きでちょこちょこと買い集めているんですね。ですのでアクセサリーについての動画をやりたいんですけどもこれやりすぎてしまってもなかなか皆さんにも理解されにくいところもあるので今回は大人の男性がアクセサリーを少し取り入れるんだったらどんなアプローチがあるのかその点とですねじゃあどういったブランドを買えばいいのかというところについてちょっと掘り下げて お話をしてみたいなと思っています。まあ冒頭にもお伝えした通り、アクセサリーは第三者から見た時には、ちょっとこうギラギラしてたりだとか、強そうに見えたりだとか、キザに見えるので、あまりですね、好印象のアイテムではないんですが、まあその中でも使いやすいものとなかなかハードルが高いものって2つに分かれると思ってるんですね。まあ特に NG として挙げられやすいものをまず最初に皆さんにお伝えしておきたいなと思ってるんですが、これですね。 ネックレス。これがですね、なかなか難しいし、キザに見えやすいアイテムの一つかなと思います。 僕の手元にあるのはこれ何かと言いますと実はですね僕の動画の中でたまに出てくるキザ山俊というキャラクターがいると思うんですねこちら見ていただけないんですがこの人ですねこの方の衣装としてこちらを用意してあるわけなんですが、まあ、ネックレスというのは男性結構好きだったりするんですけどもなかなかですね難しいアイテムの一つかなと思います、まあ、顔周りに位置するものですしあとはどうしてもキザさというのが際立ちやすいのがネックレスなので 難難易度が高いいいででですすす僕もネックレスにに関ししししててはははととととトライをしてみたりはしたりりんんねだけど難しいなというここ実際にすることはありませんアクセサリーが好きな僕であってもちょっとしないようなジャンルなので皆さんもここはトライしなくてもいいジャンルかなと思います一応ですね今のトレンドとしてはチェーン型の細めのネックレスこういったものをしている方もいらっしゃったりするんですねちょっと画像を見ていただきたいなと思うんですね理屈で言えば白 T シャツにこういったちょっとしたチェーン状のネックレスって で程よいアクセントになって素敵だなと思うんですね特に20代ぐらいの男性がこういったものをつけてるといいなぁ僕もやりたいなと思うんですよで自分自身が試してみるとどういう印象になるかというとちょっと怖い人ですねちょっとなんかこれ違った方向に行ってるよなって感じがしてしまうんですねこれは目が慣れてなかったりとか世代的な感覚の問題もあるかなと思うんですがどうしてもですね僕のようにヒゲが生えていてなおかつ40代以上の男性だとちょっと かつさが増してしまうのでまあ、難しいアイテムの一つかなと思いますまあ、僕の動画を見ていただいている方は結構年齢が様々かなと思うので20代の方だとか30代前半の方でスマートで若々しい方であれば似合わなくはないかなと思うのでトライしておくのはいいかなと思うんですがほぼ多くの男性はなかなか難しいというところは理解していただきたいなと思いますまた女性間の印象が一番良くないのが ウォレットチェーンですねこれはめちゃくちゃ印象が悪いですね僕自身はウォレットチェーンは正直したことはないんですね昔はもうクロムハーツのウォレットチェーンとかめちゃくちゃ欲しかったんですけども値段も安くはないですしやはりですねかなりイカツさが出るので男のかなりディープな趣味のアイテムだと思うのでこのあたりも手を出さなくていいかなと思いますちょっと難易度が高いアイテムだと思っておいた方がいいんじゃないのかなと思いますその上で使いやすいアクセサリーとしてまず一つ目皆さんにおす したいのは僕も今してるんですが、このようなバングルというアイテムですね。まあ手元につけるアイテムというのはすごく使い勝手がいいし、特にですね、春夏、今僕はシャツを着ていて腕まくりをしていますが、腕が露出をしますよね。また、もっと季節が進むと、半袖の T シャツを着る機会が増えると思うんですね。まあそんな時に、やっぱりですね、手元に何もついてないと、すごく退屈な着こなしに見えるわけなんですね。冬であれば重ね着をしてレイヤーを組むこと ができるのでそれなりに見栄えの楽しさをですね出すことができるんですねまたマフラーを巻いたりだとかそういったアプローチもできるのでかなりですね装飾性を出すことができるんですが夏の T シャツスタイルはかなり地味になりがちなのでまあ、そんな時にバングルだとかブレスレットがあるとすごく便利かなと思いますでこのバングルとブレスレットっていうのはちょっとまあジャンルが同じですね腕につけるものではあるんですがちょっと感じ合い方が違うなと思っていましてバングルの方が手にグッとですね フィットすするるような形ででけられるんですねでブレスレットに関しては、ちょっとこう腕との間に空間ができるので、動きが生まれるんですね。よりアクセサリーとしては装飾性が強くて華やかに見えるのがブレスレット。バングルの方がちょっと男っぽさが出るかなというところで、個人的にはこの2つの中では、バングルの方がまだですね、チャラついて見えづらいかなというところで、こちらを選ぶことが多いです。まあこれは女性目線から言ったら、どちらも同じで、つけない方がいいんですよ。ただ、大人の男性が、 アクセサリーをつける上でバングル特にシンプルなものというのは意外とつけやすかったりするので皆さんもトライをしていただきたいなと思っていますで、僕がですね動画でよくつけているバングルというのはたまに聞かれるんですがこちらですね ちょっと太めのものなんですね。これなぜ太めのものをつけてるのかというと、まあ僕はアクセサリーが好きなので、ちょっと癖があるものも好きですし、動画でちょっと距離感があると、ちっちゃな細いバングルだとなかなか目当たないので、少し強めのものをつけているんですね。ですが、最初につけるのであれば、もうちょっと細めのバングルですね。こちら、寄った映像も見ていただきたいなと思うんですが、このような 細いもの、1センチ未満の太さのものを選んだ方が僕はいいんじゃないのかなと思います。まあ、様々なブランドからバングルは出ていて、安いものだと5000円未満で買えるものもあったりするので、そういったものからトライをしていただくのがいいかなと思うんですが、ここでちょっとブランドをいくつか出していきたいなと思うんですけども、まず一つ目、ちょっと細めのもので僕が持っているバングル、皆さんにお勧めしたいのはこちらですね。アアアダッットトトゥレレグというブランドのアイテムななんででですすが最近ね様々なセレクトショップで取り扱い ががあああるるるるので見たたこことあるなととととなななかか名前聞いいいう方も増えてるかなと思います例えば、エビフィスですとか、テモローランドで取り扱いがあって、まあ、その他楽天なんかでも売ってるショップがあるので、ぜ、ま、ひ、あ、皆さんチェックしていただきたいなと思いますが、北アフリカのサハラ砂漠に住むトゥアレグ族という方々がいらっしゃるんですが、その方々が手作業で作り出してるのが、このトゥアレグのシルバーのバングルになるんですね。まあトゥアレグはいろんなアイテムがありまして、このようなバングルもあれば、 ネックレスもあったりだとか、指輪もあったりだとか、様々なアイテムがあって、ちょこちょこと買い集めてるんですが、トゥアレグのバングルはめちゃくちゃ使いやすいです。そんなに太さがないですし、伝統的な手彫りでですね、細工がしてあるんですが、ここにですね、本当に手作業感っていうのが感じられるんですよね。よくも悪くもすっごい緻密で成功というよりは、 手作業のちょっと粗さだとか、均一になっていないところとかが、僕はですね、味わいがあって、なかなか素敵だなと思っていまして、買った時はですね、正直、意外となんかこう、手作業感満載だなと思ったんですが、それが使ってるうちに、味わいとして感じられてくるので、トゥアレグのアクセサリーは、ちょっと独特の世界観があるんじゃないのかなと思っています。まあ、このブランドは結構ファンが多くて、結構有名なところで言うと、エルメスのジュエリーをトゥアレグ族が作っているっていうシリーズがあったりして、このあたりは、 めちゃくちゃ高価だし、ファンがかなり多いジャンルなんですね。世界的に有名なエルメスが、絶対的な信頼感を寄せるトゥアレグ族の手作業の技術力と、あとは独特のデザイン性ですよね。このあたりが楽しめる、アダワットトゥアレグのバングルというのは、すごく使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。で、金額もですね、決して安くはないんですけども、シルバーアクセサリーって、こだわればこだわるほど値段がどんどん上がってくるんですが、その中でも、1万円台で買えて、なおかつトレンド感というところで言うと、 結構長く使えるようなアイテムなんですよね。僕自身もシルバーアクセサリーっていろんなものを持ってるんですが、一個買ったら長く使えるというところ、そこまでトレンドに大きく左右されないっていうところが、一つの魅力かなと思ってますので、ちょっと頑張って良いものを買った方が、良いアクセントになってくれるかなと思うので、トゥアレグのこういったバングルはおすすめなのかなと思います。そしてもう一つ僕が普段つけているこちらの太めのバングルですね。ちょっと取ってみたいなと思うんですが、こちらはファンタスティックマンというブランドのもので、まあ、かつては結構セレクトショップ なんかでやってることが多くて僕はテモローランドで一番最初に見たんですが最近では伊勢丹メンツ館の1階にですねジュエリーコーナーがあるんですけどもそこで常設でファンタスティックマンのコーナーがあったりするんですけどもここが個人的には一番好きなブランドなんですね、まあ、このブランド自体は2013年にスタートということでそこまで長い歴史があるというわけではないんですが長年ネイティブアメリカンジュエリーの製作に携わってきた方がですね立ち上げたブランドということで伝統的な技法に敬意を払いながら だからもうデザイン自体は少しこう先進的な現代的な雰囲気をですねうまくミックスしたようなデザインになっていましてこのあたりの世界観が他にはなくてすごく好きなんですよ僕もバングルだけで3個持っていましてその他にもリングを持ってたりだとか最近はですね結婚指輪ですねちょうどですね今年結婚して10年経ってですね当時買った結婚指輪 があるんですけども、これは一マスというブランドで買ったものなんですが、結構サイズがゆるゆるなんですね。で、今年ちょっとこう代わりになるものが欲しいなってことで、こちら。ちょっとまだ箱に入った状態で、記念日まで温存している状態なので、実物はお見せできないんですが、写真を見ていただきたいんですけども、こちらの指輪ですね。これからはですね、二つ目の結婚指輪として、まあ、定期的に使っていきたいなと思うんですが、まあこういったものをファンタスティックマンで買っていて、個人的に一番気に入っているブランドの一つです。ここのバングルもちょっと値段は上がる 買ってしまうんですが T シャツだとかシャツのようなスタイルとかあとはジャケットなんかにも結構親和性が高かったりするのでまぜ、あ、ひ皆さんもですねチェックしていただきたいブランドの一つかなと思いますまあ、まず一つですねこういったバングル系というのは使い勝手がいいアイテムかなと思うのでぜひ皆さんもチェックをしていただきたいなと思っています続いて2つ目はですね指輪ですね先ほどからちょっと触れているジャンルではあるんですが ここも、まあ、着こなしの中に1点、2点ぐらいまでであれば、僕はつけてもいいんじゃないのかなと思います。まあ、先ほどもお伝えしましたが、結婚指輪、僕は一つつけていますが、これもですね、いわゆる、本当にこう、結婚指輪っていうようなシンプルなものではなくて、僕はファッションリングをですね、当時選んで、それをですね、毎日つけているわけなんですが、まあ皆さんもですね、どうしても全身の中で1点に絞りたいというのであれば、結婚指輪をこういったファッションリングにしてみるというのも、一つの手なのかなと思います。 といいう,うに思っていますそして、最近僕はですね、いろんなブランドを買っていまして、例えば、先ほどお伝えしたこちらですね、アダワットトゥアレグのリングですね、これもなかなかかっこよくて、人差し指につけることが多いんですが、この二重になっている部分ですね、このあたりが、まあ、男心をくすぐるなと思っていまして、遠目で見てもちゃんとインパクトがあるし、一個だけつけていても、ちゃんと存在感があるので、これすごく気に入ってるリングの一つです。まあ、サイズも二つあったのかな、 15号と17号があって、一応サイズ調節も少しできるので、これは非常に気に入って最近つけているジュエリーの一つです。その他にも、小指につけるようないわゆるピンキーリングと呼ばれるものですね。こちらはファンタスティックマンのものなんですね。近くで撮影した様子もお見せしたいなと思うんですが、これも非常に気に入ってますね。小ぶりでシャープなデザインが非常に気に入っていまして、トゥアレグのですね、面積は結構広めのものに比べると、まあ、ややですね、シンプルなので使い勝手がいいかなと思います。 こんな感じでですね、今、時計一つにバングルつけて三つの指輪だと結構強いんですが、ファッション業界の方は結構アクセサリーつけてる方多くて、まあ、これぐらいでもまだですね、つけすぎっていう感じでもないかなというぐらいなんですね。ですが、ファッション業界の方の考え方と一般的な感覚はめちゃくちゃズレがあるので、これはちょっとやりすぎかなと思います。せめてですね、まあこれぐらいじゃないでしょうかね。 うん。まあ、せめてバングル一つと指輪二つぐらいまでに押さえておくのがいいかな。これでもやりすぎかなとは思うんですが、非常に気に入っているのがこちらのテュアレグのリングになります。そしてもう一つですね、おすすめしたいブランドがありまして、これはここ1年半ぐらいで知ったブランドなんですが、これも人差し指につける用のものなんですけども、はい。まあ、実際につけてみました。こちらはショロというブランドで、リングもやっているし、ブレスレットだとかバングルだとかネックレスまで、幅広いですね、バリエーションを持っているブランドなんですね。 こちらはファンタスティックマリーでもさらに若いブランドで2019年にメキシコで誕生したブランドなんですね現在も全てのアイテムはメキシコでハンドメイドで作られているのが特徴なんですけども、まあ、このようなシルバー系のアイテムってネイティブアメリカンのジュエリーというところがかなりですね人気が高くて非常に伝統のあるようなアイテムになってくるんですがそのネイティブアメリカンの銀細工のルーツと言われているのがメキシコのジュエリーなんですねただこのショロというブランドもゴリゴリのネイティブアメリカン的なアプローチではなくてちょっと現代 的な雰囲気でシャープにですね、デザインされているのが 非常に使いやすい点だなと思っていまして僕が今しているこちらはですねちょっとこう H の文字をですねた取ったようなそんなデザインになっていましてシャープでなかなかかっこいいんですよねまだ僕はリング一つしか持ってないんですがこれからちょこちょこと買い足したいなと思っていますまあバングルもすごくいいんですが結構ブレスレットもシンプルなものが多かったりするのでたまにはそういったものを持つのもいいかなと思ってるんですね科学的にはトゥアレグとあまり変わらないくらいかちょっと手に入れやすいくらいになってくるのでまあぜひ皆さんもですねチェックしておくといいブランドかな と思っています、まあ、今回3つのブランドをご紹介しましたが、アダバット・トゥアレグとファンタスティック・マンとそしてショロですね。この3つは正直ですね、一般的な人の中ではほとんど認知度は高くないかなと思いますが、ファッション業界だとか、おしゃれが結構好きな方の中では、 ちょこちょこと聞いたことがあるという方もいらっしゃるブランドかなと思います。メンズのアクセサリーって正直そんなにたくさんのブランドがあるわけではないんですね。先ほどがお伝えしている通り、女性にとってアクセサリーというのは欠かせない存在ですが、あまり男性のアクセサリーというのは好む方もそんなに多くはないし、なおかつ他人からそこまで理解されない世界観ではあるので、そんなにですね、有名なブランドは多くはないかなと思ってるんですね。 その中で今回ご紹介した3つのブランドは覚えておくと便利だと思うし、そんなにアクセサリー量は必要はないかなと思うので、ちょっと良いものを買うというのも僕はいいんじゃないのかなと思うので、ぜひ皆さんチェックをしていただきたいなと思っています。 はい、ということでいかがでしたでしょうか今回の動画では大人のアクセサリーの選び方とおすすめのブランド参戦ということで動画をお届けさせていただきました。まあアクセサリーというのは冒頭から何度もお伝えしている通りマストなアイテムではないんですね。ない方が第三者から見た時にギラギラしてないし、好感度の高い着こなしが実現できたりするので個人的には嫌味のないアクセサリーというのは まず、時計ですね。ここは間違いのない選択肢だと思うし、結婚指輪ですね。これはアクセサリーとして付けるというよりは、まあ一つの照明として、一つの記念品的な意味合いも高いので、まあそういった部分は最低限しててもいいかなと思うんですね。あとはこういったメガネとかカラーレンズの入ったような、こういったアイテムまでは僕は割と違和感なく使えるアイテムかなと思います。そこから先のアクセサリーに関しては、男の趣味の世界という感じはしますが、やっぱり楽しいんですよ。 女性目線とか第三者視点を振り切って男の趣味に走るというのもこれはこれでたまにはいいんじゃないかなと思うので皆さんも夏の着こなしの中に1点2点ぐらいまでですかね取り入れてみるのはいいんじゃないのかなと思いますそういった意味ではバングルですねまず細めのものから入ってみるのがいいと思いますしまあリングもですねどこか1点結婚指輪以外にしてもらうのもいいと思うのでショロだとか ファンタスティックマンだとか、あとはトゥアレグだとか、このあたりをぜひ皆さんもチェックをしていただければなと思っています。まあこれからもこちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンツファッションの基本を分かりやすく解説したいなと思ってるんですが、結構今回の内容というのはどちらかというと普段の動画というよりは僕はもう一つ運営してますメンバーシップチャンネルですね。こちらの方でよく解説するような内容になっています。まあメンバーシップチャンネルでは初級者向けというよりはおしゃれ中期者の方に向けてセレクトショップのオリジナルだとかドメスティックブランドだとかもちろんこのような アクセサリーのお話だとか、僕自身が好きな世界観について結構お話をしていますので、ぜひ気になる方はですね、概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています。週に3本のオリジナルの動画と、それに加えて週1でライブ配信なんかもやってますので、ぜひチェックをしていただきたいなと思っています。また普段ですね、なかなかゆっくり動画を見る時間がない方のために、オンラインサロンというものもやっています。そちらの方では文章と写真ベースで、 大体1分ぐらいで読めるような分量で記事を書いています。僕も毎日記事を書いていますし、あとは僕以外のスタイリストだとか専門家の方も記事を書いてくださっています。また参加者の皆さんも気軽に記事を書くことができますので、ぜひ気になる方はこちらも概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。